はい、皆さん、こんにちは。ノッツオでございます。ということで、今回もですね、モンスターハンターライズ実況をやっていきたいと思います。はい、今回やっていくのがですね、まあ、どこにでもいるというか、どのシリーズでもね、定番である、この方、いきたいと思います。ディオレイヤーさんですね。女王様のお通りだということで、この日の狩猟を早速やっていきます。今回やっていくのはね、トビカガチとディオレイヤー。で、前回ね、このベリオラスとイソネミクニをやっておりますので、よかったら見てください。はい、ということで、やっていきます。リオレイヤーはね、まあ、まあ正直見飽きてると思うけど、なんかムービーがね、やっぱ新規なので、まあそれが見たいなっていう気持ちもあります。はい。トビカガチは、まあ前作のね、ワールドからの追加モンスターですので、まあちょっと俺結構、あんまりワールドやってないからさ、だから、まあ、楽しみではあるかな。はい。ということで、女王様のお通りだということでやっていきましょう。陽気な戦兵。うひゃひゃ、やべえやべえ。砂原で女王様が火を吹いてるぜ。俺の荷物も大炎上。危うく尻にまで火がつくところだったぜ。あっはっはは。いや、笑い事じゃねえんだけどよ。まあ、とにかく、リオレイヤーを狩猟してくれ。陽気な青年、確か陽気すぎるね。はい。ということで、リオレイヤー討伐していきたいと思います。はい。で、武器なんだけど、フルフルのね、双剣を作りましたので、今回そちらで行ってみようかな。火なんでね。攻撃力はこっち104あるんですけど、こっち96で、雷属性20、ま、で、麻痺が8。で、回心が10あるんで、まあ、もうそんなに申し分ないんじゃないかなと思います。はい。ということで、こちらのね、双剣で今回やっていきたいと思います。昼夜の高地、火炎そこは高級海の中へ焼けに染める血の日は行く滑る女王の鉄槌なるぞ。おー、リオレイヤー。暗くてレウスかレイヤーかわかんねえけど。かっこよかったね。全然火が当たってなかったけど。さあ、サマーソウト最後に決めてってかっこよかったでございます。お、先行ダメあるね。一応俺持参で持ってきてるけど。お、いたねえ。というか、レイヤー考えてみればさ、体験版でボコしたことあるわ、そういえば。これ初めてではないな。はは、ようよう考えりゃ。一応、地球、使おう。オッケー。もう早めに使って、ほかす。オッケー。で、これでキッチンゲージ貯めていくよ。大丈夫。回転しかしなくなる。機械になってしまうから。オッケー。もう、さささささーってサクサクーといこう。で、麻痺ね、たまにしかならないと思うわ。さすがに 8% じゃ。全然だと思うし。ほい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 。さあ、レイヤーさん。先行玉はたっぷりあるよ。飛んだら落としてあげるからね。ふいふいふい。顔も狙っていきたいね。オッケー。いやー、でもレイヤーはね、もうやっぱ、歴代にいるから狩りやすいよね。どんだけ、上位でもさ。まあ、その、希少種とかになってくるとさ、さすがに、あれだけど、マッシュレベルだと、全然。もう怒っちゃいましたと。もう回転しかしないよね多分。オッケーオッケーオッケー。ん？溶けたか？あ、結構麻痺続くね。足にダメージを与えながらダウンを取りたい。はい、言った通りでございますと。いやー、顔行きたいけど、まあいいや。足ばっか狙おう。オッケーオッケーオッケー。落とし物拾う、その余裕があります。はい、ダウン。これは顔いこう。まあね、猫はね、もう弾かれ上手と研磨、あとは金融があれば金融使うって感じかな。それが強いんだよね、正直。あー、逃げないで。あー、逃げたと思ったらクルエアクリ、お前負けてんじゃねんか。まあ乗るか。最後メスの
陸の女王の異名がかわいそうに。クルルヤック、あ、クルルヤック乗れるのか。乗ろう。クルルヤックでどこまでやれるかわかんないけど、さあ攻撃当てまくるよ。うわ強い、飛びかかり結構強い。はい、おい、もう一回いく？大技いくか。あーあ、そ、あ、あ、あ、そ、それだけ。まあ、尻尾破壊したいから。レイヤーが、さっきからボコられてる。え？お、麻痺の恩恵得られてるよ。あんまりないんだけどね。8% で伊達じゃない。だいぶ、麻痺、強い。さあ逃げるだろう。こんにちは女王様。さあサマーソルトまだ1回しか見てないか。あ、やってきた。さあ先行玉、あ、先行玉、オッケー。まあ飛竜飛ぶやつはまあこんなもんよな。先行玉効くからかわいそうだわ。はい、ほい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 、はい、尻尾切り、はい、ほい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 、はい、顔面にランプ行く。はい、先行玉あと4つあるからいけそう、全然いけそう。サマーソードしたらお前死ぬぜ。あー3回、よし。あー燃えてるね。星は広い、いや壁すぎるんよねそれ。あー、サマーソードしそうになったな。はい、あー、もう一回行くか。はい、先行玉ゲーです。まあ、しゃあないな、しゃあないしゃあないしゃあない。ウィーウィーウィー、回転する。まあランプいけるな。オッケー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 、足に吸われてますが問題なく。もうボロボロです。さあランボ決める。あーやばい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 、食らいよ。あ、ナイス、食らったかと思った。あーいた、ひるまして。まあもう先行玉使うまでもないような気がするから、あんまり調子乗ってるとさすがにダメか。はい、どこの V 破壊？おいおい、もう破壊できるとこ破壊し尽くしちゃうんじゃないか。サマーソルトさん、オッケー、これでおナイスナイス、噛んだね、ナイス。こける、あー対戦ありがとうございました。クルルヤックにボコられてちゃ、まあ俺には勝てねえわな。あ、間違って使っちゃった。もらってくそ、もったいねえ。ええ、ビビった。ちょっと、ハギ取ってるから、ちょっと後にしてな。ん？吠えてるだけ？あ、どっか行った。ちゃんと空気の読める子か。ウイラスト。切るということって、なんか激凛的なやつはなさそうだすな。はい、あ、翼か。はいはいはい、何、ハンターズギルドが里クエストの功績を認め、周回所クエストのレベルを一段上に、昇段させるかどうかを見極める特別なクエストです。周回所クエストが 一定レベル以下の時に、里クエストのレベル4以降で、特別許可試験を受けることができます。ほうほうほう。何？ではご覧ください。ああ、そうか、こういうのがあるんだ。これはまあ裏でやるか。今回やっていくのはね、まあこの里クエの大型モンスター討伐シリーズだからやっていきましょう。で、今回飛びかかち。をやっていこうかなと思うんだけど、さっきはね、まあ、レイヤーだったから雷属性いけたと思うけど、こいつ自身雷だったと思うから、ちょっと火の武器にまた変え直そうかなと思います。はい。駆け出し調査員。水没林を探索していた時のことだ。不意に
陰光がして、けらしきものが降ってきたかと思ったら、白い何かが木々から木々へと飛び移り、なんとか逃げてきたけど、あれもモンスターの仕業だとか、なんとかしてくれ。はい、ということで飛びかがじを、ぼこしていきたいと思います。飛ぶのごとく暗きに紛れと夜風に乱れるうぶすも潮ばよこせと自然まといて、何で思う思うなり。かける雷影、なんかめちゃんこかっこいいじゃん。お、いる。こいつ割とでかい方なのかな。お久しぶりです。こいつのアッシュもいたよね。あー、結構な方向で結構うるさいです。あんまりやったことないからマジでわかんねえ。全然レイヤーとかよりも経験値少ないんで大丈夫かなっていう不安がめちゃくちゃあります。これやっぱ隙がちょっとあるな。何やる何やる、全然わからん。おい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 、まあまあやれてるやれてる。なんか電気溜めてる神王がと似たような感じなの。違うね。その威嚇みたいな猛暑怖いな。別に怒ってるわけではないんだよね。そういうモーションだよね。おいおいおい、ちょ、わかんないわかんない、全然わかんない。経験値ないんだわ。報酬金はリオレイヤーよりも高いんだよね。それこそベリオロスと一緒です。はい、すげえなんかもわもわもわっつんね、電気が。うおー、逆立っていった。トカゲ爬虫類の何かだとは思うんだけど、トカゲではないか。いった。え、かすっただけでそれはちょっとやばくない。ちょ、これ打ち消し飲むわ。ガルク噛んでるお得意の顔髪だ。よう噛むね。そこモンスターの、うわ、フロギーいる。ドスフロギーいますな。きそう。まあ僧侶の肥やしにしてやるぜ。あー、タイマンが確実に仕留める。よし、解いとこう。あ、でもドスフロギーで毒にしちゃおうか。めちゃよくない。よし、頼むぞ。毒がどのあれか忘れたけど、オッケー。はい、で毒あれ、あ、まあ毒は別にいいのか。はいはい、で大技。やっぱ送流するとさ、めちゃくちゃ落とすよね。で下にはあの人魚姫いるしねめちゃくちゃ集合してる。さすが人魚さんは上に来られないだろうけど。うう、わからん。早い。あー、痛い。あ、虫がいない。やばい、普通に死ぬ。あ、そういうナルガクルガ的な尻尾とスンもあるのね。まあなんか大丈夫そうな感じはあるな。電気やられの時だけ注意しやないと、ね、しないとやばそう。こんにちは。うーん、こいつだけはあったらもう即あれだね、吠えるね方向かましてくるやん。回転、あ、そのモーション何、マジで怖いんだよね。威嚇モーション、逆立つのはあれか、怒ってからだよね。はい、君を送流したいな。まだまだいける、まだまだいける。ん、いや、カキリムシもう一匹欲しいな。やっぱ3つあってやっと安心できるもん。毒投げナイフみたいなのがあったけど、なんか毒がこいつに効くのかな。
あ、怒る？そういうわけではなし。怒ってるね。やばい。やばそう。あ、これピオルか、もしかしたら。大丈夫か？ナイス。危ない危ない。これ打ち消しを。うわー、モモンガ。あ、モモンガ中将。こちらにおいででしたか。あれ、お供のこの何でも直しみたいなやつとかめちゃくちゃ強いよな。最強、最強まである。やばいやばい、尻尾飛んだよ。はい、全然やれる。ああー、え、何、様子見。じゃあ俺これ取るよ。やばそう。まあ全然大丈夫。オッケーオッケー。ああいう攻撃もあるんだ。尻尾はさすがに切れないか、この見た目。さっさと倒れな。あ、怒りがなくなっちゃったね。そうなったらもう私のターンですわ。ん？あ、怒った。あ、別に怒るから逆立つわけじゃないんだな。人王ガと似たような感じなんだろうな。違うか。うわー、ミスった。普通に回復薬飲まないとやばそうだから飲む。はいはいはい。鬼神化になれる余裕がないな。おい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 。あっ、逆立ちましたな。うわー、それ当たるだけでそうなるのやばいわ。うわあ、なんや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 。うわ、ファンゴいる。あ、なんかファンゴ寝てる。お前寝てたら死ぬぞ。起きろ起きろ起きろ。ファンゴは食わないだろうが、寝てる場合じゃねえぞ。死ぬか生きるか。あ、やばい。あ、疲れてる。鬼人だ。まだまだやれる。まだまだやれる。オッケー。あー、ちょ、無理やりにランブ行ったね。まずいまずい。回復薬飲んで。疲れてらっしゃるように。あー、それ。ちょ、こっち来てください。あの、様子見ないでください。ちょっと。頼みます。いた。疲れてんのにようやるわ。お、だいぶ疲れてるね。はい。はい、もう一丁。ほい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 。結構、あ、送流できるよ。もう瀕死状態だろう。ほい。あー、当たんなかった。え、あ、いいのか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 。回避してたわ。ほいほい。で、おい、ラスト顔面に行きたいね。よしよしよし。さあ、ランプランブランブランブ。おい、それでとどめさしたいけどどうですか。無理ですか。あ、怒っちゃったか。あー、普通に痛いっすね。普通に死ねる。グレート飲もう。うわ、なんか飛ばしてきた。あ、ありがとうございます。なんかベリオロスの方が強かったかな。なんか言うても小さいからな、あいつに比べたら。やっぱでかいモンスターほど双剣はやりにくいと思うからさ、多分俺の感覚ではね。報酬どうだろう。なんかメモシーンもらえるかな。どれが一番いい素材なのかわかんない。まあ、金額が一番高いやつがそうなんだろうな。はい。はい。ということで、今回ね、ここまでにしたいなというふうに思います。まあ、リオレイヤとトビカガチを倒すことに成功したということで、まだこのボークでやれるね。どこまでやれるんかな。やれるのかな。うん。ジョイ鎧玉もあるからさ、強化できるし、
まあなんか神王ガあたりまでやれるんだったらそこで変わろうかなと思ってる。神王ガとかそういうクラス、そのレベルの防具を作ろうかなと考えております。で、神王ガ戦とかで、まあ多分マガイマガドがね、次の緊急だと思うんだよ。倒せるかどうかわかんないけど、マガイマガドにこれが通用するなら神王ガとかも通用するんじゃないのかなって思ってるんだけど、どうでしょう。まあわかんないけど、まあ頑張っていきたいなというふうに思います。はい。ということで、チャンネル登録と高評価お願いします。それじゃあ。